多分今から思いますけどね、シャニ構えるね。なんでお前そんなシャニ構えとんやろ。尖ってこうぜ。お前尖り方おかしい。お前の中の尖り方。ほんで今から名古屋に戻るんですけど、はいはい、これから保安検査場通るその前に、はい、せっかくなんでちょっとお土産を買いたいな。あの今からじゃんけんして負けた人が残りの4人に福岡のお土産買ってあげよう。オッケー。あーそういうことにしよう。最初はグーじゃんけんほい。ちょちょどっちもどっちもおいグーでグーでチョキネコで絶対勝てる。最初はグーじゃんけんほい。アイコでしょアイコでしょ。うわはははは。うわはは。あ一番いいじゃんいいじゃんいいじゃん。めっちゃ嫌がった。エアクのがめんどくさい。そんなこと言うなよ。物買うとき俺ほぼ選んでないから、パッと見もう目に入ってもらう、あ、これだって。あ、それでいいよ。だから選ぶというよりはまず土を思い浮かべて、あ、これって、そんな思い浮かべて、あ、これって、これそれでいいから。うん、よろしく。今買ってきて。そんな言わないよ。おい、それ印象悪いわ。めっちゃレジ並んでた。うざ。混んでた。ケントから。はい。おなんだ真っ赤な石子のラムネ。うわいいじゃん。じゃあおわ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 甘おわおわおわ。これは水スポ。誰こんな風に。俺が誰だ。水スポだしとかに入れる柚子のやつ。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。唐辛子系の柚子の香りのみたいなみたいですよ。え、おいしそう、ありがとう。ツッチー。あ、俺にわかせんべい。にわかせんべい。これいいじゃん。これ名物だよね。懐かしいな。普通に嬉しい。これいいよね。うん、せんべい好きやし。じゃあ、吉原。はい。今、吉原といえば、もういらねえよ。おいおいおい、何がいらねえよ。いらねえっていう。いるだろ。こないだ俺これの倍のやつ買って帰ったよ。絶対揃うと思って、いっちゃんだけやつだった。いっちゃくちゃ重たいから。これ 4,000 なんすよ。マジだよ。あの、ちっこいやつだよ。4個ミリぐらいの。こんな、そこそこお金かけてくれてる。お金かけてる。お金しっかりかけたんだろうな。今回みんなにだってお金をしっかりかけてる。めちゃくちゃお金かけてくれてるやん。じゃあこれ持って名古屋帰りましょう。あれ？これはあの、自分用。買ってる。自分用のやり方。あ、前回と一緒でボンズ。ハハハハハ。全然みんなに刺さらんかったやつ。それ食べた？食べた。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 俺買ったんだけど、戻ってきた。自分で買ったやつ。お前ゼロやないか。タコやん。じゃあ名古屋帰りましょう。はい、お疲れ様でした。どうか、ありがとうございました。